歩道橋の内部コーポレーションストリートブリッジはマンチェスター中心市街地シティセンターのコーポレーションストリートに架かる横断歩道橋でチューブ状の屋根付け橋になっている。この橋は1996年のマンチェスター爆破事件で復旧不可能な損傷を受けた古い歩道橋の代替として1999年に100万ポンドの費用をかけて建設された。橋は 総局面構造の形状をとり、大型小売店、マークススペンサーと百貨店セルフリッチズが入る建物と大規模なショッピングセンターであるマンチェスター・アーンデールと結んでいる。この新しい橋は、1997年の建築設計協議で選ばれたマンチェスターに拠点を置く建築事務所ホッター・パートナーズの提案によって設計されている。建設は直ちに開始され、 順調に完成して1999年の開通を迎えた。この構造は数多くの賞を受賞し、新しい歩道橋は爆破事件後のマンチェスター中心部の再生を象徴する存在となった。事件後最も早く建設された構造物の一つである。この歩道橋は爆弾の爆発地点の真上に位置している。2011年には 7ヶ月と73万ポンドをかけて回収が施された。この回収では、ひびの入った窓ガラスの修理と、歩行面の床材の交換などが行われた。ありがとうございます。